によってある、まあ、全てはあるんやけども、そのあるという元がないというかこれがね、あのね、あの言葉上でこういうのをね、あの行動で掴んだもの、体得したものをね、言葉で表すとどうしてもできんところがね、精いっぱい頑張っては思うんやけど、また他の方の言葉の使い方でなんかこうほんわかと説明できるというか、まあ表現できることもあるかもしれんけど、まあ一応こういうところはちょっと難しいところあるんで、まあかなと今のところは。それを得ればって、この虚無というのは、わしね、それの後に自分でノートの形、ノートの端ので書いた形で、三世十方の明治、皇帝の虚無公、無心観即心盤観、無心に至れて心を得るという形の、使命というかな、悟りの使命の、文章を書いたことがあります。三世十方というのは、三世というのは過去現在未来、十方といったら上下右左の、もう、まあ、あらゆる世界ということ、それの明示、正しく掴むということ、理解するということは、それはできたと。それは要するに皇帝の虚無公、虚無を肯定したと。通常虚無を肯定するという形は、虚無はね肯定できるものじゃないです、実体がないもの、それを肯定するという、これはあの当時から言ったら、あの何かの原因結果があって初めてこれが真理やから肯定するというのが論理の究極の世界です。ところがその論理を捨てた形の中の捨てと虚無になるんです。論理性 その流れがないわけです。それを肯定できたということは、あの当時のわしにとったらすごいことない。じゃあ論理的に考えて考えて考えて、絶対これで真理で間違いないっていうものを常に考え抜いてきとった覚悟があるもんやから、それを捨てたっていうことない。それで無心感、心がない、そういうふうにものを感ずるということ、そのもの自体が審判官、正しく全てを真実としてつかめるということと一緒やと。これも要するに矛盾のような論理的に、心がないのに、根拠がないのに、何にも元がないのに、どうして全てを正しく、あらゆるものを正しく理解することができたのか、掴むこと、知ることができるのか、これもそのままでいったら矛盾やけど、わしの方が言ったらそれが実践という形でやると思えば、そういう形で言葉を、実践は言葉を超えるんです。だから言葉からそれの実践を見ようとすると、この言葉でもう止まってしまうな。だからそういう面は、実践の体得して掴んだ真理を掴んだところから言葉を吐いとるっていう言葉な。そして無心に至りて真を得たと、真理を得たと、要するに道を得たと。それを道を知ったんじゃない、得るっていうこと、それから見たと言ってもいいし、ただ得るっていうの方が直接的、これは行動 で実践的に得たっていうこと、知ったということは頭で考えて理解して、それで結論をつけたということであって、得たじゃない、知ったじゃない。この違いも、その一つ一つの言葉の一つ一つに大きな深みの、そういうものが、そういう言葉の中に全て生きた言葉として、凝縮されてる。そこに、わしはそこで一つの最終的な決着の言葉としてまとめた。そういうもので、そういうところで、それがその虚無という形のある程度なんか少しぼやっとでもいい、なんか感じ取る形の一つの手助けになればというような感じで、それで己すら、それで至ることを得れば、己すらなお自ら坊主ちゅうと、己すらなお自ら坊主、自らちゅう自然にちゅうと、何の努力も信用もなく、
何の意志力も手立てもなくということです。それが自らということです。自然に、おのずから叱るべくということ、あるがままにという、これがものすごくでかい意味を示すわけです。虚無に至るとそのまま放っておいても、その即自我がなくなるということ。さて問題は次のところが面白い。これがなかなか言えん言葉や。さらに何者かあって、しかも坊勢だろう、坊勢だと、亡くなったと、けども己が亡くなったけども、その後さらに何かあって坊勢で亡くなるもんじゃないと。さらその何かだからね、よく質問を受けるのは、これを修行して努力して徹底的に追求して悟りを得たとしよう、自我がなくなったと、その後どうなるんですかと、不安感じません？通常頭で考えてる。また当然未経験の世界や、なくなった後 どうなるの、嬉しいわ、悲しいわ、いいわ、どうやわ、生きとるわ、何もなくなるって、その後どうなるの、空っぽになるのってみんな考える。それは言ったことないものなんです。これを言ったことあるから、言ってみるとなくならないの。もっとすごい自分が出て発生するんです。もっとこういう、これが人の究極、人間の超えたものが出てくるということの証、私の言う証明なんです。それは言ってみん限り実感はできない。だからこういう言葉を出せるということは、言ったもんでないと出せない。こんな言葉を表現できない。だるまさんも当然真の悟りを言ってほしい。だからこういうことは言えるし、で私もそういう形の中で言って、それで坊勢ということは実に実感、実際自分で体得してるから坊勢るわけねえ。その何かあるわけ、その何かがそれ表現できない。じゃあ無理やんこに、じゃあその何かを表現しようとして言葉で表そうとした場合に、その時なって何か言ったら、その時こそ神とか仏とかそういうと、またこれもまた通常の概念に解釈されてまた違ってくるんやけども、何ちゅうっていう表現かね、まあとにかくその仏性、まあまあよく言う仏性というかな、生きた真理っていうか、生き生きしてピチピチした真理っていうか、もう実際の仏の姿っていう言うてもいいか、まあまあそんなものが自分の中に、自分が亡くなった後にポッと入ってくるんです。でそれに充満される。そうすると本当はこの世界は全部自分の心が作ったもの、その一人一人の心が作ったもの。でそれがコロッと変わると、世界がコロッと変わる。見るものなすもの、同じような、今まで同じようなものを見てきとったわけ、けどもそれがコロッと変わると、見るものなすもの一瞬にしてコロッと変わる。全てよし、意味嫌うもの何一つないという状態に変わる。それくらいの大変化が起きる。まあこれもあのこの中で特にね、見事っていうあの言葉で、さらに何者かあって、しかも坊勢だなんて、これはもう本当にもうその境地に行ったまでねえと表現できない言葉です。ただ言葉だけぼっかけてこれを理解しようと思ってもほとんど不可能に近いです。けどこういうのがある、だから心配せんと自分をなくせと、と言いたいよ。いや言ってみて、つまりこれのね、あもうダメかな。
じゃあ、まあ、一応声で、とりあえず締めます、まあ、それなりにまたあのいくらかまたかあの自分なりにか考えて実践して、見てください。以上です。ありがとうございました。